本当にありがとうございます。ありがとうございます。岩沼警察署から感謝状が贈られたのは、名取市の宮城県農業高校に通う赤間光さん17歳と佐藤寧夫さん16歳です。お二方のですね、本当に勇気ある適切な対応していただきまして大変ありがとうございました。安全安心な高校生の二人に感謝状が贈られた理由、それは連携プレーで一人の女性の命を救ったことでした。ここら辺で見つけました。名取市高館熊野道の歩道です。二人は先月22日午後8時ごろ、部活が終わり帰宅している途中に歩道に倒れて動けなくなっている80代の女性を見つけました。立つのもおぼつかない状況でしたね。ちょっと焦ってる感じの表情で、多分暗かったんで、暗くて雨も降ってたんでちょっと怖かったのかなって思いました。土砂降りだったので結構体も濡れちゃってて、ちょっと危ないなと思って、友達がいてくれてちょっと話しながらやってくれたので、すごいやりやすかったです。あ、そうです。女性の状態に見て見ぬふりはできないと思った2人は警察に通報。コミュニケーションが得意なバドミントン部佐藤さんが優しく声をかけ、体力に自信のあるバスケ部赤間さんが女性を背負いながら近くのコンビニエンスストアまで移動しました。そして警察に引き渡し、女性は無事に家族の元に戻りました。二人の活躍に高校の先生は、聞いた時に非常に驚きもありましたけども、本当に頼もしい、行動をしてくれたなというふうに思いました。実は倒れていた女性は家族から自宅からいなくなったと相談があり、警察がおよそ1時間半捜索を続けていたところでした。まあ、このような機会あんまりないので、まあ、大事な経験だと思って心にしまっておこうかなと思います。みんなが助け合って生活していったらより良い社会になっていくんじゃないかなと思います。この経験を生かして、そうですね、人助けもっといっぱいしていこうと思いました。